じゃあ始めます。Thank you.
ていただきました。1曲目が強く儚い者たちで、2曲目は私のオリジナル曲を歌わせていただきました。皆さん楽しんでいらっしゃいますか？この3人でやるのは今日が初めてでして、勝也さんになんかオープニングやんないの？でなって急遽彼女に声をかけさせていただいて、ぜひやるよと言っていただいたんで今日やってます。一番向こうでアコギ弾いてるあいつテリーって言うんですけど、テリー、オンギターテリーなんですけど、彼は本当はベーシストで、カツヤバンドでもベースを弾いてて、まあ、僕は幼稚園からずっと一緒に音楽を、幼稚園から音楽は違うな、幼稚園から一緒にいて、まずずっと音楽やってるんですけど、もともとギタリストなんですよ。もともとギタリストで、その時彼のお兄ちゃんと僕と3人やってて、僕がギター、彼もギター、お兄ちゃんベースだったんです。ドラムがいないなと思って、お兄ちゃんにちょっとコツコツしたやつ好きそうだからドラムやればって言ってドラムをやっていただき、そうなんです。そうで、テリーはお前指が長いからベース似合うよって言ってベースにやってもらって、そこからずっとベースやってます。本当はどっちがやりたいの？そういう感じかしら。マイクないんだね。あ、でもあれですよ、彼はイーグルスのホテルカリフォルニアってあるじゃないですか、あれのソロを完コピしたりするまあまあ上手なベーシストなんですよ。あんまり上手じゃなかったですね。練習してないことを言われる。まあでも乗ってくるよね、そういうのね。乗ってはみます。なんで彼を今回ちょっとアコギやってよって言って、アコギみたいな。ベースじゃないの？いや、ベース3人だとおかしいからアコギやってよって言ったら、しぶしぶいいとは言ってくれなかったんで、まあ強引にこう、まあまあまあって言いながらね、やることになりまして、ギターもお父さんから借りてきて。私のパパから借りたんですよ。お父さんのフォーク世代です。フォーク世代お父さん。こういうね。今日はあれかな。テリーもっと喋って。いや、皆さん釣りバスケですか。いけないな。聞いてください、もらい泣き。急だね。ダメでした？あれ結構嘘です。本当すいません、 MC 苦手でちょっと足りとってるんですけど。どうしよう、どうすればいいですか？テリー頑張れ。やったもんでね、すぐ忘れちゃうんですよね。曲と曲名と曲がリンクしないと言いますか。僕にももらい泣き、優しい
you
ボーカル、久場和代と言います。よろしくお願いします。ぜひ皆様覚えてってください。ぜひ Twitter とかなんかやってるんで、よかったら久場和代で検索していただけると嬉しいです。あんまりつぶやいてないかもしれないですけど、よろしくお願いします。もうこのユニットは次いつあるか分か あるか分かんないんで、もう茜はどうでもいいんで、久場和代をよろしくお願いします。お願いします。ではでは、最後の曲聴いてください。ハローアゲイン、昔からある場所。
Thank you.
次は、アキト。今日初ライブ。